オーストラリアのトタン屋根、ロンドンのトタン屋根、境界壁材にトタンを使った倉庫トタンは、アエンメッキ鋼板のうち、主に建築資材として使われているものの俗称。トタン板、アエン鉄板、アエント鉄板、アエント金鉄板、アエン引き金板、アエン引き薄鉄板などとも呼ばれ、表面をアエント金した薄鉄板のことを指す。アエンメッキ鋼板は安価で耐食性に優れており、 建材や家電製品などに利用されている。屋根、バケツ、上路、ちりとり等の日用品の材料にも用いられる。トタンが亜鉛を溶金したものであるのに対してブリキは、鉄板に鈴を溶金したものである。倉庫や物置の屋根材などに使用される波状の板を、波板という。波板の材料はトタンなどの金属板に限られるわけではなく、塩化ビニルやポリカーボネートなど、 合成樹脂製のものもある。トタンナミ板などの後半製ナミ板はそのままでは容易に変形してしまうスコーハンを形状の工夫により強度を高めたものである。ジス G3316 に後半製ナミ板の形状及び寸法が規定され、南光板に亜鉛ッキしたもの、ナミ板1号とナミ板2号が種類に挙げられている。ナミ板の大きさは様々だが、 波付け前の標準幅が9 1 4ト、mm、ル、標準長さが1 8 2 9ト、mm、ルのものがサブロク板と呼ばれ、日本では普通の大きさである。なお、後半製波板の屋根材には、トタン波板よりも強度や耐久性の高いガルバリウム後半も用いられる。外半にトタン鉄板を使ったシトロエンミニバン波板のトタンを切断する際には、 波板が変形してしまうことを防ぐために、専用のハサミが用いられることが多い。トタンの語源はポルトガル語のトタンと言われているが、不詳である。工事園第2版には、ヒンディー語由来とあり、ポルトガル語、タウタンと記載してある。初期の手動の波型鉄板トタン板製造機。カパンダ博物館、トタン屋根錆びたトタン屋根鉄板にあえんをと金する技術は、フランスの科学者。 ホール・ジャック・マルウンによって1742年に発明され、以来アエン版の代用品として利用されるようになった。イギリスのロンドンドック会社の技師、ヘンリー・ロビンソン・パーマーが1820年代に連鉄技術から見出したとも言われる。1837年にクロフォードが溶融アエン法の特許を取った。途端は軽量で輸送にも便利で強く腐食があり、 プレハブ工法にも向いていた。米国、アルゼンチン、スペイン、ニュージーランド、オーストラリア、インドでは一般的な建築材料となり、オーストラリアとアルゼンチンでは屋根材として用いられた。トタンがニュージーランドに入ったのは1850年代で屋根、壁、フェンスなどでも使用された。ニュージーランドでは文化的アイデンティティの一部を構成するようになった。 和園鉄板は工業化とともに発展し、第一次世界大戦を契機に需要が拡大した。1890年代頃から連鉄板は徐々に南高板に置き換わったが、通称は変わっていない。1960年頃には、ホット、ビップガルバナイシング、シャーアードイシング、エレクトロガルバナイシング、メタリックガルバナイシングの4種があった。現在では、 耐色性がさらに高まったガルバリウム鋼板が使用されることが多い。現代の建築家、グレンマーカットはトタンを素材として使用している。また、アフリカのスラムでも多用されている。JW ハートによる神戸外国人居留地の地図の一部。1870年作成神戸外国人居留地の街並み頃、日本にトタンがいつ入ってきたのかは不詳であるが、 文久元年の資料に、トタンの当て字と見える。明治の頃には、波状断面をした縁と鉄板を、生小板と呼んでいた。大島密流株の鉄道日誌には明治4年10月2日、350枚、トタンかまぼこ板、大金437両1枚につき金1両1分、とあり、村松定次郎はこの、トタンかまぼこ板は、縁引きの生小板と解釈している。 明治5年には乗車場の屋根に輸入された生小板が用いられている。このほか明治3年から明治5年にかけての神戸居留地を描いた JW ハートのプラン・オブ・ザ・ホーリン・セタルモンとオブ・神戸という地図にアイアン・コルゲーテッドとあり、これが波型の鉄板ではないかと平井清は解釈している。本文に説明する大倉省専売局ではないが、 台湾には1913年に着工、大正11年に完成した台湾総特府、専売局長社が現存する。台湾の国定史跡日本での本格的な国産化は、明治39年に、官営やわ製鉄所に薄板製鉄工場が建設され、アエン鉄板40トンが製造されたのが始まりとなった。その後、民間にも亜鉛鉄板製造の機運が高まり、 明治44年大阪市桜島にアエントが設立されたのを皮切りとして多くのアエン鉄板工場が設立された。1913年には三井鉱山が大牟田アエン製練り工場を創業開始した。これが三池製練り所となり中村達太郎新しき建築学改定昭和7年には有料なるアエン板を三池製練り所が算出するとある。 当時の亜鉛鉱石は、岐阜県の三井上岡工業所であり、これが大牟田に運ばれ精錬された。亜鉛版の始行例としては、明治40年9月竣工の関東都督府高等及び地方法院、明治41年に着工した、専売局庁舎、曽根達像、安岡勝也設計で明治43年に竣工した、三菱合司会社大阪支店の店員便所がある。日本に、 途端の建材が後半に普及する契機となったのは、明治14年に東京市に施行された防火線土並みに屋上制限令によって、鉄道の沿線200メートル以内の建物はすべて、不燃性の屋根材を吹くことが規定されたことが定期となったと言われる。屋上制限令に類似する政令は、全国の都市防災政策に広がり、大正8年に交付された市街地建築物法に発展した。 不燃材であるトタンの需要は飛躍的に増大し、鉄道沿線のみならず全国的に普及した。大正12年に発生した関東大震災の際には、被災地にトタン屋根のバラックが立ち並ぶなど、復興資材としてトタンが重要な役割を果たした。亜鉛鉄板の生産増加に伴い、品質の向上を図るため、昭和11年に、 アエンテパン単純化規格が制定され、後にジス規格を経て昭和26年にジス規格となった。戦後になってからは屋根拭きにトタンを使う家は少なくなっていったが、屋上の積雪が落下しやすい特徴から北海道などの豪雪地帯では長らく利用され続けた。ありがとうございます。